間見たリバティワークスのZね。うん、何枚か新しい写真が公開されたんだ。迫力あってかっこいいわね。ワイドボディはパンデムでも出てるけど、僕はこっちがいいから。え、今日の話題もニスモなの？うん、いくつかニスモからパーツが発売されたのと、ここ2週間での車台番号を見てみたい。まずは大物 GO のマフラーだね。そう、なんとチタン製。チタンだと何がいいの？なんと言っても軽いこと。純正より 7.9kg 軽い、 16.1kg だ。価格は69,800円。 AT、MTO があるが、ニスモには対応していない。出口もかっこいいね。チタンは高熱が加わると変色するんだけど、 DLC コーティングされていてこの色を保つらしい。これは以前も紹介したニスモスポーツリセッティング、コンピュータの書き換えで性能を引き出すメニュー。ニスモの方が安いの？内容が違うんだ。ニスモはタイプ1のみで、スピードリミッターの変更のみ。ニスモ以外用はタイプ2で、ブースト圧と点火時期をチューニングして出力、加速感を向上している。ニスモ用のタイプ2はないの？今後発表されるかもしれないね。タワーバーね。うん、これもチタン製で、なんと純正から 75% 軽量化され、 1kg を下回っている。価格は198,000円。ここからはこの2週間の車台番号を分析してみたい。まずは前回のおさらい。Y24 は車台番号120001から始まって10月30日までで12197まで。この間の内訳は、ベースグレードとバージョン TE は0台、バージョン S が9台、バージョン ST が130台、ニスモが42台。グラフ化するとこう。次にこの2週間の動き。期間は2023年10月31日から11月13日まで。ベースグレードとバージョン TE は0台、バージョン S が2台、バージョン ST が45台、ニスモが14台。グラフにするとこう。あれ、さっきのグラフと似てない？似てるどころか、比率は全く一緒なんだ。もともと1000台生産するうち、ニスモ200台と言われているので、妥当な比率なのかもしれない。車台番号は内容不明のものが後から判明することがあるので、現在判明している12238を基準として考えると、この2週間の車台番号割り振りは41台。最近登録台数は月65台前後だが、12月には80台程度までは増えるかもしれない。増えるといいね。ご視聴ありがとうございました。